キッチンマットに座布団にくちゃいそそはするけど、枕と布団絶対にダメなとこにはしないの。うちのニャン偉くない、全然だよね。シャンプーを変えた日のお風呂上がりの私がどうかをズブズクくん、あっとして飛びついてくるその瞬間がたまんない。メールを勝手に打っちゃって、チャンネル変えて2回ちゃって、自分で爆音にしたくせにうるさいって私に文句を言う。騙されてくれてありがとうね、ごめんね。爪切りすぎちゃっても、ブラシ引っ掛けちゃっても、お腹と顎を人撫でしたら君は全部すぐ忘れてくれる。トイレの砂かけ下手すぎて、下はしまうの下手すぎて、登って登って降りれずに困ってしまって、変なところに挟まって隠れたつもりが丸見えで、途中興奮して泣き方忘れて、